横浜港未来21港未来21熱供給港未来21熱供給株式会社は横浜市中区に本社を置く地域熱供給会社。港未来中央地区のオフィスビル、商業施設、ホテル、コンベンションセンター、病院、マンション、地下鉄駅などに対して熱供給事業を行う。 港未来21熱供給株式会社は港未来中央地区に熱供給を行う事業会社として1986年に設立された。本社及び熱供給システムのセンタープラントは港未来地区の31バイクに所在している。また同システムの第2プラントはクイーンズスクエア横浜の地下4から5階に所在している。 港未来地区の開発とともに規模を拡大し、現在では日本有数の規模を誇る熱供給会社となっている。2016年3月31日現在の供給床面積は約338万6000平方メートルで日本の地域熱供給地点133地区中、第1位、販売熱量は137万394、グッジョブで138地区中、 1> 第1位である。また、事業者別では77社中、第3位である。2021年4月時点で、以下のビル、施設に供給を行っている。熱供給システムのプラントには2021年6月時点で、以下の設備がある。ありがとうございます。